おはようございます。ただいま朝の7時43分で起きたばっかり、ばっかりというか起きて軽く洗顔しました。あんまりね、水が入るの良くないかなと思って、一応翌日から洗顔とかメイクとかしていいんですけど、さっき洗顔してきました。軽く寝起きです。ダウンタイム、術後今ちょうど20時間ぐらい経った状態で、昨日の午前中手術をしているので、今日がダウンタイム1日目として数えていこうと思います。手術翌日が1日目です。で、状態なんですけれども、今回思ったほど全然何もない内出血が2、3日から1週間ぐらいかな。腫れが2、3日から1週間、内出血が1、2週間っていうふうに聞いてるんですけれども、内出血これですね。近づきます。これ。あと腫れの方はなんかほとんどないかも。まあ2、3日あるっていうことで、涙袋が全然出てないので、まあもともと私涙袋あんまりないんですけど、少しは腫れてると思うから、こっからね、またここシュッとなると思います。で、痛みとかはこれが全然ないですね。全く。昨日、家に帰ってきてお昼ご飯食べた時に、一応ですね、めちゃくちゃ痛くはなかったんですけど、予防のために、予防っていうか痛くなったら嫌なので防止のために頓服1錠飲みました。で、その後、まあ6時間後ね、全然飲まなかったです。全然痛くなかった で、今ちょっとね、下まつげ、ちょっと 寝起きでね、声が出なくてすいません。下まつげが、ちょっとね、逆さまつげっていうのかな。もともと私ね、逆さまつげ気味で、ちょっとね、それがね、ひっくり返ったような感じで、ちょっと、ゴロゴロはするんですけど、私がネットで目の周りの、たるみ取りの手術なのか、ふくらみ取りなのか、同じ術式じゃないかもしれないんですけど、結構ね、真っ赤になったりしてる人がいたんですけど、全然ですね、充血もほとんどないと思います。ちょっと近づきますね。私の担当してる先生ってすごく上手で、もともと形成外科の方の緊急っていうか救急もされていたので、すっごい早いですね。手術時間もね、めちゃくちゃ早かった。手術当日の様子は1個前ぐらいに出してる動画で載せてるので、よかったらね、そちらもチェックしてみてください。1日目のダウンタイム、朝一番の状態こんな感じでした。はい、2日目の朝です。こんな感じ。印象としては、昨日1日目よりもなんかね、内出血が濃く出てる感じがします。昨日ね、ここの針穴っぽい点だけやったんですけど、今日はここら辺黄色いんですよね。で、ちょっと青っぽい。で、こっちもよく見たら黄色っぽい感じ。だから、やっぱり内出血あったみたいですね。でもほとんど分からなかった。で、今日の感じもメイクで全然これね、隠せると思います 今ちょっとなんか殴られたみたいになってるけど、メイクで全然ファンデーションとかね、そういうのでいけるかなって個人的には思います。あとですね、まあ形としてはまだ腫れが2日目であるのか、涙袋が全然ないですね。こっちは若干あるんですけど、まあ、これは私もともと涙袋がぷっくりあるタイプの顔ではないと思うので、ここの脂肪がなくなったとしても、もしかしたら涙袋というものは出現しないのかもしれないです。はい。2日目の朝、こんな感じです。はい。3日目の朝なんですけど、今日ね、めっちゃ黄色い いきなりね、内出血がめちゃめちゃ黄色いですね。なんか殴られたみたいになってる。笑ったらこんな感じ。で、ちょっと涙袋の、なんていうのかな、生まれたてっていうか 涙袋が出現してきそうな雰囲気はあります。で、コメントで10日ぐらいかかったけど、6年前にやりましたっていう方が教えてくださって、やっぱりね、そんぐらいかかるんかなって思います。びっくりした。3日目にね、こんな急にね、黄色く紫になると思ってなかったんで、今日ね、ちょっとお出かけしようと思うんですけど、まあ、お化粧でファンデーションとかコンシーラーをしっかりやれば隠せるかなと思います。いや、びっくりした。はい、3日目です。
はい、4日目の朝です。昨日より黄色の範囲がちょっと広くなって下に下がったような気がします。で、黄色がちょっと濃くなったかな。3日目より濃い。3日目まだ青かったようなところも黄色くなってます。で、こっち側も点の周りが黄色くなってます。ちょっと分かりにくいかな、ここね。うん、そんな感じです。4日目でした。はい、5日目の朝ですね。昨日より黄色い範囲減りました。ちょっと安心した。でね、昨日なんですけど、術後4日目、ちょっとびっくりしたことあって、こっちの目から血が出てました。なんか視界が曇るなと思って鏡見たら、涙がいっぱい溜まるみたいにね、血がいっぱい溜まってて、普通に血出てたんですね。でびっくりしてティッシュで拭いて、まあ、それで収まったんですけど、何が原因かわかんないですね。無意識にもしかしたらこう擦っちゃって、切開した傷口のところがバーってなって出たのかもしれないです。傷口の跡って塗ってないので、自然とくっつくっていうことなんですね。それを待ってるんですけど、くっつかなくて出ちゃったんかなと思います。夕方ぐらいと、あとお風呂に入ってる時に出ました。2回、あ、曇るな、また血出たかなと思ってピッて鏡見たら血が出てて、目から血って絵面としてはめっちゃ怖いんですけど、痛かったりとかはね全然なかったです。なので普通にティッシュで拭いて、1回拭いたらまあそれでどん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 出てきてしょうがないということはなかったですけど、2回血が出ました。はい、5日目、こんな感じです。はい、おはようございます。6日目の朝です。黄色の部分が減って、でこちらの青っぽかったのが赤くなってきたんですよね。ちょっとアップで見せます。これ赤い、ちょっとで黄色少なくなった。これでね、もう6日目で治ってきたかなって思うので、こっからどんどん薄くなるんだと思います。6日目でした。7日目の朝です。こんな感じ。こっち側はほとんど変わりない、ちょっと範囲が狭く薄くなったかなっていう感じで、でこちらは赤いのが薄くなったかなっていう感じがします。目がねめっちゃ今充血してるんですけど、これね花粉症かアレルギーかホコリみたいなんでちょっとなってるだけで、このね目の赤いのは関係ないです。はい、7日目の朝でした。はい、8日目の朝です。もうねほとんどわかんないぐらいかなと思う。ちょっとね赤みあるけど、昨日より断然薄くてわかりませんね。で黄色も急激に薄くて、普通のファンデーションでも隠せるレベルやと思います。はい、8日目の朝でした。はい、9日目の朝です。もうほとんど黄色もないですね。ちょっとこっちがうっすらわかるかないうぐらいです。近づくとこんな感じ。涙袋こっちは結構はっきり出てて、まあ、10日目ぐらいにこっちもね出てくるんちゃうかなと思うんですけど、出てくる気配今のところあんまりないかなと思います。でも笑ってない時のぷっくりは取れた感じですね。笑うとねまたちょっとあるけど、まあ控えめに取ってもらって、あんまり取りすぎるとねまた老けて見えると思うので、これぐらいでいいかなと思います。手術の方はそれでいいんですけど、もう花粉症かな、なんかねアレルギーかな、なんか目がすっごいかゆくて充血と朝ね真っ赤でした。今目薬さしてちょっとマシになってるんですけど、こっちの目がねすっごいかゆいです。9日目の朝はこんな感じです。10日目の朝です。10日ぐらいで完成した、ダウンタイム落ち着いたっていうコメントいただいてたので、私もね今日で完成くらいかなと思います。ちょっと気になるところ、ここですね。ここの針穴のやつももうほぼ消えてますね。でこっちの黄色もほぼない。うん、なくなった。笑った状態はこんな感じ。こっち涙袋ね、しっかり出るようになりました。で、こっちは服がちょっとあるけど、あんまり取りすぎると凹むから、少なめに取ってもらってるんで、ちょっとはあるんですけど、私はね、この状態でめちゃくちゃ満足です。以上が10日間のダウンタイムの記録でした。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。私のチャンネルでは40代の日常、美容健康ファッション、今やっている大人の私立矯正に関する情報を発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、リクエストお待ちしています。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。